ポルシェ356クラブオブジャパンが2年ごとに開催する全国規模のイベントがポルシェ356ホリディ。今回は長崎を舞台に趣向を凝らしたプログラムが用意されメンバーは至福の時を楽しみました。2021ホリディ1年遅れの開催ポルシェ356をこよなく愛するエンスージアスとの たた、めのオーナーナズクラブが、年8月に設立されたポルシェ356クラブオブジャパンだ。ポルシェの原点である356は、グラマラスで人間味あふれるスタイリングと、現代でも通用する、優れたパフォーマンスを兼ね備え、愛好家たちを引きつけてやまない存在となっている。ポルシェ356クラブオブジャパンは、ポルシェ AG 及びポルシェジャパン株式会社の、 公認クラブとして積極的に活動している関東、中部、関西、九州の4支部があり、支部ごとにツーリングや懇親会などのイベントが数多く開かれている。これらのイベントの頂点に位置するのが2年ごとに開かれる全国規模のポルシェ356ホリリだ。各支部が持ち回りで担当し、趣向を凝らしたプログラムが用意され参加者を 楽しませてくれる人気イベントだ。2020年の356ホーリーディは九州支部が担当なのだが、新型コロナ感染症の拡大により見合わせることに緊急事態宣言が解除されたことから2021年11月6から7日に、 長崎をベースに1年遅れで開催された各地から集結48台が参加今回の356ホリディのサブタイトルは2021長崎とされた毎回参加者を驚かせる九州支部のプロデュースだけに期待して長崎入りをしたメンバーが多かった1日目は長崎市の水辺の森公園に隣接した 長崎港を望む三角広場を舞台に行われた。あいにくの雨模様になってしまったが、各地から続々とメンバーが集結し会場は356で埋め尽くされた。会場では絶景順に並べられ、コンクールデレガンスの審査が行われた。ポルシェ356のすべてを知るクラブの重鎮による審査は厳しいことで知られ、オリジナル度とコンディションがシビアにチェックされた。 審査車両以外のオーナーは、旧地のメンバーと3年ぶりの再会を喜ぶとともに、雨にもめげずに356段着や、近況報告で大いに盛り上がっていたツーリングで、長崎の魅力を堪能。ランチを終えて、ツーリングの出発前に、会場内に設けられた3連続の PC 競技に、アタック、千踏みを無事こなした後にスタート。今回は、 ポルシェジャパンのミハイル・キルシュ社長もツーリングに参加し、メンバーの行為により356エカブリオレでドライビングを楽しむことになった。ツーリングは長崎中心部から県内の名所をめぐるルートが組まれた有明海を横断する堤防道路の絶景を楽しみ、雲仙岳を望んだ後に山を降り、雲泉温泉郷を通る雄大な三連平野ピンを駆け抜けた。やがて、 立花湾を望む海沿いの国道を諫早に進んだ後再び長崎に戻り三角広場で3連続の PC 競技をこなして約 134km のツーリングはフィニッシュを迎えたホテルに戻った後はドレスアップしてディナーパーティーへここではポルシェジャパンのミハイル・キルシュ社長からの祝辞が述べられポルシェ本社からのビデオメッセージも届いた開会の挨拶祝辞 乾杯の儀に続いて、日本三大祭りの一つで、伝統芸能である、長崎くんち、竜踊りが披露され、その迫力に、メンバーたちは圧倒されていた。続いて、人気投票とコンクールでレガンス、PC 競技、特別賞の表彰が行われ、オーナー名が読み上げられるとともに歓声が上がった。最後に、 次回356ホリディの開催について担当する中部支部の理事から概要が発表されてお開きとなった。二日目は青空唐津へ移動。雨に降られてしまった1日目と打って変わり。二日目は356ホリディの開催を祝うような青空が広がる回生がメンバーを出迎えてくれた。二日目は長崎を出て日本夜景遺産にも選ばれた女神大橋。 ヴィーナスウィングを渡って相撲長沿いに進み、再開パールラインでは絶景を満喫した。今里、有田を経て、玄界灘に面する歴史のある街である唐津までのドライブを楽しんだ。この日は天候に恵まれたことからトップを下ろして、オープン状態で走るメンバーが多く見られ、軽やかなフラット4サウンドとともにドライブを楽しんでいた。ゴールは、ランチ会場が設けられた、 唐津シーサイドホテル。駐車場に356を一堂に整列させると、356、ホリディならではの壮観な光景が広がった。ランチは、唐津名物である呼ブ子のイカを中心とした、特別料理を楽しんだ。最後のプログラムは参加者全員揃って、記念撮影を行い、来年のホリディでの再会を約束してキトに着いた。なお、ポルシェ356ホリディーン。 長崎に参加したポルシェ356と他のモデルについてはパート2でご紹介しよう。